コニカミノルタ株式会社は日本の電気メーカーである。2003年8月に写真関連商品及び副写機などのオフィス製品などを製造していたコニカとミノルタの経営統合により発足した持ち株会社コニカミノルタホールディングス株式会社を前身とするが、2013年4月に事業し会社7社を吸収合併して事業会社に移行し、 現在の称号に変更された。企業ロゴマークはグローブマークといい、ソウルバスがデザインした旧ミノルタ時代のロゴマークを継続して用いている。地球をイメージしたデザインに、工学、科学、電気、機械、ソフトウェアの画像情報の分野における技術力の総結集をイメージした5本のラインと、楕円型はユーザーに対する信頼と安心を提供し、 また技術力の結集と調和を表すシンボルとしている。またシンボルカラーは独創的な発想を促すイノベーションブルーである。コミュニケーションメッセージはギビングシェープツーアイディアズで顧客と共に新しい価値の創造を目指す企業姿勢を表現している。なお、経営統合時から2011年9月まで使われていたコミュニケーションメッセージはザエッセンシャルズオブイメージングで これも、旧、ミノルタのコミュニケーションメッセージを継承したものであった。かつては、子会社のコニカミノルタフォトイメージングを通じて、カメラやデジタルカメラ、フィルムなど、写真関連用品も扱っていたが、2006年3月、限りで撤退した。カメラは、旧コニカ、旧、ミノルタの歴史を引き継いでいたが、ソニーに引き継がれた。緑会の会員企業であり、 三和グループに属している。西本町インテスには、事業会社や販売会社など、多数のコニカミノルタグループ関連企業も入居している。豊川サイトコニカミノルタでは、事業所のことをサイトという名称で統一している。コニカミノルタ陸上競技部は、1970年にコニシロクの陸上競技部として、発足。近年では、坪田智夫、大田隆 松宮隆之、松宮助之、前田和之など有力長距離ランナーを数多く揃える競合チームとなっている。全日本実業団対抗駅伝大会では2001年から2003年、2005年2006年、2008年、2013年2014年と歴代2位の8回の優勝を誇り、ニューイヤー駅伝の中継などで21世紀の 駅伝王者と称されている。なおコニカミノルタホールディングス時代からコニカミノルタ名での登録となっている。かつてはエリック・ワイ・ナイナが所属していたことでも知られている。陸上競技部の触れ合い活動として2006年度よりランニングプロジェクトを指導。走ることを通じて多くの人たちに走る楽しさ、夢、感動を提供することを目指している。 コニカミノルタグループ各社の福利構成をはじめとする、総務部門を担うビジネスエキスパート部門の所管であり、同社の本社がある、東京都八王子市に拠点を置いている。練習会場は秋留大陸上競技場、上ゆずき競技場、高尾山、玉川サイクリングロード等で行っている。また、毎年11月下旬に開催される、長距離種目の記録会、 八王子ロングディスタンスの運営協力を行っている。2001年以降のみ掲載。奏者は、区間賞。朝日放送主催。日本女子プロゴルフ選手権大会筆頭スポンサーとして、ABC 制作、テレビ朝日系列のテレビ提供を行っている。また、2014年7月より、WBS のレギュラー提供を行っている。近年では、 ニューイヤー駅伝の複数社の一社としてのスポンサーを毎年担当している。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。コニカミノルタ陸上競技部に関するカテゴリありがとうございます。